あー来ましたね。来ました。気持ちいいですよね。いや気持ちいい。これピンチヒッターということ で、ね、池田店長来ていただいてますけれども、はい、超えたら 100%! あー、いった100%! まあでも上乗せ300枚7ドル8回は十分でしょう。 70% ぐらいかな。いやー、はい、すごかったですね。ようやく782ゲームですね。まさかの設定56で天井に助けてもらうとはある意味面白いですけど。確かに確かに。さあここは絶対突破してほしい。あーシングル、ここはここは突破しなダメですね。はい、ダメですよ。 100% 来い。 100%ここはちょっと連打でいきます。はい、超えろ。超えて、よし、超えろ。ここも60。これ初当たりの時と同じですね。いきます。はい、来い。これは怖いですよ。いや本当こっちが怖いですよちょっといやこれはちょっと弱いんじゃないですか。対戦相手次第。頼む。またべ。これはやばい。爪が甘いぜ。いや。楽しませてくれよ。ああ好奇の文字もない。お赤、赤ですね、赤ですね。いった、これはさすがにいった。え、どっち、大丈夫。あ、大丈夫。あ、オッケーオッケーオッケー。今ボタンの周りにビリビリがついてたんで。ビリビリありましたね。はい、いやこれは耐えた。いやヒヤヒヤするな。怖い。でもまたべ倒したのは結構熱いですよ。確かにそうですね。さあ誰だ。あ、チャンスアップ。なんか引いた。あ、才蔵だ。才蔵、これは来ました。お見事。ちょっと早いけどお見事です。です、ね、はい、いやー天井まではまってどうなるかと思いましたけど。いや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 、池田店長、はい、見せてやりましょうよ。そうですね、ここはもうちゃんと見せますから。こっからぞと、はい、ここから。大丈夫大丈夫。覚悟しや、まさむね。あ、チャンスアップ。チャンスアップ。さっきまでと全然違いますね。あ、これはもう、これは待ちましたよ、はい、ありがとうございます。待ちましたよ。大変お待たせいたしましたありがとうございます。チャンス、熱っ。はい、うわー来た。ようやく初めてですよこれ。あ、そうです。いや気持ちいい、気持ちいい。いやお見事。ようやくですね。いや隣にいたらこの派手さがすごいですね。そうですね、みんな見るでしょこれ。そうですね。いやようやく来ましたね。ありがとうございます。いや安心しました。いやいやいや、ちょっともう僕は最大の見せ場に来てますんでね、今ね。そうですね、はい。さあポイントが溜まってんじゃないかな、そろそろ。はい、これが出てきたら秀吉ジャッジメントの時間ですね。え、もう一回言うと、秀吉ジャッジメントは追撃、小十郎助立ち、雪村ボーナス、秀吉決戦、このいずれかがもう確定してます。で、最強の特化ゾーン秀吉決戦見れるかどうか。いきますよ。割と早かったですね。1000枚取る前に行きました。
これがねドキドキするんですよ本当に。はい、これを長押ししていきますよ。どこまでいくか、まあ、最低ここは超えないかん。青7は弱すぎここで一番てっぺんまで行って秀吉決戦なんで、うん、秀吉決戦がまあいかに難しいかっていうのが分かりますよ ね、 とはいえですよ、ここからまた追撃もらえたんで枚数的にはまあまあ取れますよ。つけ玉黄色の子役で 33% ですね、はい、青7。おチャンス、あおっと、オッケー、よしよしよし、追撃、はい、あのさっきの秀吉たちのやつですね、はい、あー気持ちいいですね、はい、いやー気持ちいい、やばいですねこれ2人で AT 消化してると。確かに営業中のホールもっと皆さん大容量で多分 ね、 そうですねやれますからね、うん、あ中カットインいった、いやー付け玉1三日月目で 50% 青沼、三日月目、はい、今が後期陣形を整えた、来ました、三日月目、お 50%、お、あ赤文字来ました、熱い、あ気持ちいい、もう間違いないですね、いや楽しいですよね、楽しいですね、これやれますね、いい音、気持ちいい、気持ちよすぎる、この滑り気持ちいいですね、気持ちよすぎる、いやコンスタントに200枚ぐらい取れてますよ、確かに、ここか追撃が結構熱いんですね、あーここは弱い、大体終わるときはこのカットインで終わる、あー終わったか、まあまあでも220枚ですね、スケ玉1ですけど赤ですね、あ本当だ、あおこれはちょっとちょっと秀吉ボーナス取れれば、あ、雪村ボーナスですね、取れたら一撃ありますよ、お、これはまだ何も引いてないですね、その前に、はあ、三日月目ですか、三日月目です、引きたい、絶対引きたい、ちょっとやばいぞ、お、チャンス、おあ、レア子役ですね、ジャクチェリーでも熱いですよ、ここはジャクチェリー、お、チャンス、あ、これは行ったんじゃないですか、あ、そんなことない、どうだ、あこれはやばい、あ行った行った、お間に合いました、ジャクチェリーでしたか ね、 そうですね、はい、多分ジャクチェリーで、レア役やっぱ熱いですよ、いや熱い、あーなんとかなった、いや繋ぎますね、危ない危ない、いやこの自力感やっぱ面白いですね、自分でやってみて、面白いですよね、はい、いや久しぶりですね、なんかここまでヒリヒリするのがレバーオンが、6号機でやっぱりこのタイプの AT 機ってなかったじゃないですか、なんかないですね本当に、これ面白いと思いますよ、これは面白い、あとは小十郎助立ちと雪村ボーナスですね、この2つが見れればもう取れ高的には十分かと思いますけど、お、チャンス目、これでも完走するのに2時間ぐらいかかるんですよ、あ、そうなんですね、はい、1000ゲーム以上はやっぱ消化しちゃいますね、ああ。
え、小次郎助たち行った、チャンス目引いたんですよ。あ、いやー池田店長やっぱ見せましたね。引いてないものを引く、見せましたね。一個まずはありがとうございます。ございます。で、小次郎助たちは、10ゲーム間の特化ゾーン、でこの10ゲーム間、約 2.7 分の1でフリーズが発生します。おでフリーズが発生するとボーナスです、なるほど。でボーナスが終わったらまた残りゲームから 2.7 分の1をこう消化できます。なるほどですね。なので10ゲームの間に何回ボーナス引けるか。なるほどなるほど。でボーナス引いたらもちろん炎が点灯していきますので、炎上戦も近づくなると。なるほどなるほど。ですね、じゃあここ見せどころですね。そう、ま、何回引けるか。分かりました。目標言いましょうよ。10ゲームしかないですけど。そうですね。何回引きますかボーナス。まあやっぱりハマった分、はい、跳ね返りは見せたので、じゃあ強気でちょっと7回 7回いきます。7回いきます。6やったらちょっとまあちょっと頑張れたよなっていう。いやいや6でだいぶ頑張りました。あ、本当ですか。じゃあ6にしときます。6にしときます。ちなみに最終ゲームだけは 2.7 分の1引く限り終わりませんので。はい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 。あ、楽しみですね。5回は絶対超えます。じゃあ、お、あー来ましたね。来ました。気持ちいいですよね。いや気持ちいい。これいやかっこええな。いやいろいろお見せできてますよ。気持ちいい。50枚。うん、はい、これでボーナスをまず消化する感じですね。うん、なるほど、はい。でこれが終わったら小十郎助たち、はいはい、でまたボーナス引いたらボーナス消化。なるほど。まあ、こんな感じでこういろんな AT を楽しみながら気づいたらこう枚数が増えていってるっていう。もうだって300枚ですもんね。そうです、うん、であとポイントとかメーターが溜まっていけばまたね恩恵がありますので、うんうん、おー2回目。ました2回目。お上手。着々と。素敵な特化ゾーンですね。50枚。これであっという間にもう炎のメーター5つでしょ。いや、そうですね。はい、確かに。 あと1回で炎上戦ですよ。確かに。いやほら来ました。3回目。いや3回目これ有言実行しそうですね。いやそうですね。素晴らしい。50枚。まだ白ですね。まだあと5ゲームある。まだ5ゲームあります。6回いくわ。おい、5連目。いや5連目です。すごい。やこれ来てますね。これはこれは、はあ、有言実行。やっぱハマったところから見せますよこのこと。うん、よっしゃ。これもうトミーさん戻ってこれないかもしれないですね。そうですね、はい。トミーさんに一言言ってやってくださいよ。いやもうここは僕がやりますよって。もう戻ってこれませんよあれだけ通常ハマってあっさり小十郎助たち入って、はい、奇数じゃないかな。確かにそうですね。5っぽいよな。5っぽいですね。確かに荒れ方がなんかそういう感じしますね。おー、6連目。よしよしよし。有言実行。有言実行ですね。素晴らしい。あ、そんな引けるんだいや、すごいと思いますよ、それは。確かに普通に。よしよしよし。素晴らしい、うん、あー、つけ玉3つ。はい、青 100%。 もうカットインが来た時点で鉄板です。三日月目で 50%、 そしてベルで 50%。 熱い。カットインが来た時点で鉄板です。お、いきなりベル。ここで 50% ね。で7をストックするまでの間は他の役でもストック抽選あるので、うんうん、あ、これなんだ、鉄格子出てきた。
これリプレイ引いたパターン、あーリプレイ引いた、これで木7も取ってれば青7 2つになります。でここでこれが残ってるんで2つもらえてるかもっていう、はい、とりあえず1個目ですね、うん、であった場合はこの後プッシュあります。あなるほどそういうことか、あ木7だあ、はい、でリプレイの分、なるほど、おお100枚強いな。これで今100枚の青7をストックして、さらに炎上戦ですね、うん、これで6つ目なんで、だからこうなると終わる気がしないんですよ。確かに確かに、え終わらなくないっていう、ああラスト、おしおー7回すごい、7回いきました、すげえ、一気に一気に枚数出してる確かに、いやさらにこの後炎上戦も待ってると、そうです、いやいやバリすごい、やばい、はい、ここは1ゲーム連です、まだ残り1ゲームで引いたらもう1ゲームいけるんですね、はい、残り1ゲームで引いたときは終わらないです、あー7回ですね結果で延長戦ですね、そうですね、そこは2つ以上です助玉が、おあ3つ熱い、赤濃い赤濃い、お三日月目で、三日月目で赤50ですね、50、はい、今日は雪村ボーナスがありませんからね、お互い三日月目で青7も50、じゃあもう三日月目、これ三日月目引かなダメですね、引かなダメですね、お三日月目で 33% を、じゃあもう三日月目さえ引ければですね、三日月目これは引きましょうと言ってたらいきなりまさかの青7リプレイ引いたパターン、あー引いちゃいましたね、だから雪村ボーナスがそう簡単じゃないですよね、確かにそうですね、おそっか、おし 50% で追撃ですね、うん、はい、いやーどんどん池田店長調子が上がってきた、そうですね盛り返してきましたね、あそういえば追撃初めてじゃないですか今日、初めてです、いやー気持ちいい、この1画目30枚、あー素晴らしい、じゃあ炎上戦いきますよ、ベルの 50%、 三日月目 100%、 ベル 100%、 ベル引いたらダブル当選ありますね、ここもね、確かに、ベル、おーおっとベル引いたね、赤7が欲しい、まあもう確定ですね、青7は確定、うん、赤7どっちなんだ、いや雪村ボーナスをね引けてないのでそこが欲しい、気持ちいい音がする隣から、気持ちいい、うわー近く、青7を狙え、これでボタンが出てくればないんか、遠いな、雪村ボーナスは取れず、追撃もなし、50% 取れず、あ結構のやっぱ200枚くらいは、そうですね、乗りますね、あ1角気持ちいい、これ、うん、これも池田店長正宗釣り大好きになっちゃう、いやこれは大好きですね、もうもう好きですね、あレア子役、おチャンス目、それも乗りますね、7ストックです、いや気持ちいい、だから揃わんかった、あ転落の中止、あ、まだ続いてます、ね、だから平均1000枚は本当ね、うん、そうですね、まあ、確かにって思いますよね、そうですね、
あっとこれは終わりましたかね。270枚です。いやいや素晴らしい結果ですよ、うん、三日月目の 50% ベルの 100%。 なんかこうセット数重ねるごとにここは強くなってるような気もしますけどね、うんうんうん、確かに。終わらんよ終わらんよ。強い。マサムネ3に夢中になりすぎて、確かに何の話もできてないわ。それはそれでしょうがない。伝えたいですもんね、やっぱりここの、うん、この臨場感を、ね、いや本当にそうですね。それぐらい本当に夢中になってレバーをしてしまってますね。はい、まあ、きっとまた池田店長が来てくださると信じて、はい、リプレイの50、ベルの50、いくぜ。ない。弱い。あ、でもリプレイで 50% なんで、うん、外れてもチャンス。これで 50%。あ、なるほど。あー、ラスト。これは怖い。熱くないか、これは。ありました。いやー、なかなかこれは終わりません。あー、一個だ、やばいかも。三日月目で 50%。 ちょっとそろそろ怖いっすね。引け。あー、一個か。黄色の子役で青菜の 33%。 ちょっと弱いっすね。一個ですか。一個です。お、テンパイオンになりました。おー、 OKOK。 青菜のリプレイを先に引いた。おお、200枚ですね。え、200枚、すごい。最低50ですからね、3桁もあるんですけど、200は。いや、見せましたね。ラスト2ゲームです。あー、終わるかも。これはラスト。あ あー、ここで途切れてしまった。まだ終わりじゃないんですよ、うんうん、ここでこの後6択チャレンジ成功したらバサムネボーナスで雪村決戦復活になります。なるほど。ここです。で、ここでナビが出ることもあるんですよ、うんうん、だ今回は、まあ、もちろんリセット後なんで履歴もないです ね。6択、6択ベルがそれば OK です。あー、というわけで、うん、結果の方は1442枚。まあ、ある程度こう AT 中の楽しみ方というか、う、ね、いろんなものは見ていただけたと思いますけど、うん、まあ、残念ながら雪村ボーナス、そして雪村ボーナスの後訪れる六問戦チャンスがなかったですね、うん、と秀吉決戦もビレず、まあ、でも最初のあたりでこれぐらいの枚数取れたというのはやはりその期待獲得枚数1000枚というのは伊達じゃないなというのは分かりました、ね、うん、さあ、そしてまだ池田店長の方はね AT 続いてますので、どこまで伸ばせるか見ていきましょうか。お、黄色が来ましたね。2個、三日月目で100枚オーバーの青7、黄色の子役で100枚以上の青なので 100%。 ベル引きたいですね、ここは。ベル欲しいですね、はい、ベルですね。おお、いきなり早速熱い。いや、それは取ったよ。これは熱い。素晴らしい。熱い、ありがとうございます。いや、強いのか弱いのか。いや、そうですね。あー、すごい。で、ここでまた3桁でしょ。そうですね、すごいよね。はい、
3つ目。いやー、強いなー。来てる来てる。おお、ベゴ姫。あ、お、これは当たりですね。いやー、さすがにメゴ姫演出なんで強いと思いますけどね。おー、また50%。これは熱い。素晴らしい。よしよしよし、はい、よしよしよし。だから相当熱いんだと思いますよ、ジャクチェとかスイカも。まだ黄色か。うん、行こう。黄色子役で 100% ですね。おお、滑る来い。これはあと2ゲーム。いやー、いやー、ラストです。あーちゃー、6択。ここでレア役を引いたときに僕ナビが出たんで、はい、多分レア役は相当強いんだと思います。なるほど、うん、これはもう順押しでいきます。はい、おお、なんとか池田店長なんとか強いのか弱いのか分からん。いや、そういう、いやでも強いですよねそうですね。いや、大も私も見せたがってますね、これは。なんかギリギリでね、うん、すごいな。お、緑まで来ましたね。おお、あー、1か。イカズキ 目、50%。ちょっとしんどいかな。うん、お、このカットインは、あら、そうでもないか。あー、おー、よしよしよし。それね、それがあるんですよね、太陽薬いかなくても。よしよし、1か。青子役で 33%。 ちょっと渋いな。お、カットインが熱い。あー、これは来た。それはもう、それはもう、よし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 。本当に 88% ぐらいありますよね。ありますね。そんなことを言ってると、いやー、本当に、あー、赤いけ赤いけ。お、おー、あ、え、早っ。え、もうエンディングいった。感想です。感想、え、あと1000枚もあるのにエンディング来るんだ。よくよく画面の方、ちょっとこっちから右側が見えてなかったんですけれども、ちょっと画面全体を映していただいていいですか。すいません、独眼灯でこっちに見えてなかったんですが、通常2400枚取ってのエンディングは、あの左上の2400枚分のだけなんですけど、こっちにゲーム数が出てるんですね、うん、ってことは2400枚の天井じゃな、あの感想じゃなくて有力感の感想っていうことになりますね。そうですね、初当たりが天井だったので、はい、通常800ゲーム近く回した上での AT だったじゃないですか。そうですね、ということで、まあ2400枚は取れない感想ということになるんですが、うん、それでもお見事ですよね。そうですね、はい、まあ、いずれかのこう感想がね見られれば、まあまあまあ、はい、もうやりきったということになりますので、しっかりエンディングが見せられたんで、はい、で、まあ、しっかりサダマモンプラスの領域にはいってると。そうですね、まくってますからね。まくりましたね。お見事でございました、はい、ありがとうございます。実践終了です。お疲れ様でした。いやー、池田店長、はい、すごいですね。いやいやいや、どっちにもすごかったですね。どっちにもすごかったですね。設定5か6を打ってるのに、いきなり天井までハマったと思ったら、そうですね、最初の当たりで完走ですもんね。はい、そうです。なんかやっぱ持ってますよね。そうですね、変なところは持ってますね。いやいや、お見事でしたよ、はい、というわけで、はい、まあ、お互いね、出玉的にもまあまあいい出玉取れましたし、そうですね、改めてこうマサムネ3の信頼いかがでした、打ってみた率直な感想は。そうですね、まあ、率直な感想で言いますと、こうやっぱり自力感、自力で自分でこう乗り越えていく感覚と、乗り越えたからこう 88% がこうまたループし続けているっていう
続けていくというもうなんか力の入れどころがありすぎて、毎ゲーム毎ゲームこれ来いこれ来いって、しかも毎セットリプレイ来い、三日月目来い、ベル来いみたいな感じでやってて、今回初めての共演だったので、もうちょっとこう池田店長のね普段のこうお仕事の様子とかも聞きたかったんですけど、マサムネ3に夢中になりすぎて、それもだから叩きどころがありすぎた結果ですよね。さあそして今回設定5と6打ちましたけども、果たしてどちらが5でどちらが6だったのか、そうですね、なんですけど、お互いせーので言います。そうですね、せーのでいきましょう。せーのでいきましょう、じゃあせーので指でこうしましょうか。わかりました、せーの。お、わかりましたね、5ですね。あれは最初の当たりも軽かったし、僕のが6っぽかったっていうよりも、いきなり天井でしょ。そうなんですよ、さすがに6でいきなり天井ないかなと思ったんで。そうですね、5と6じゃないかなと思ったんですが、正解はどうだったんでしょうか。やっぱり、まあ、拍手するほどのことじゃないですよね。もう2個しかないんで、というわけでですね、今日はこちら貴公なキセラ川西店さんお邪魔しまして、もちろんマサムネ3もう配信がされている頃には稼働していますし、池田店長のお店もここよりもちょっと多めの台数でね、そうですね、稼働してますので、池田店長がどのお店の店長かご存知の方はぜひ足を運んでみてください、というわけで今日はですね、急遽池田店長に来ていただきましたけれども、もしかしたら次回以降も池田店長が出てくださるかもしれませんので、今後の配信もよろしくお願いします、それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。